マツダ CX-30 に今乗っています。グレードは XD プロアクティブの、ツーリングセレクションというモデルですね。それの 4WD です。マツダ3に続いてね、新しい世代の商品の、第2弾ということになりますね。この車なんですが、新しいね、いわゆるプラットフォームを使い、全てが新しいモデルと言っていいでしょうね。そしてポジション的にもね、この車、CX-30 って今までのね、文脈からすると、その車、その名前ってどこに当てはまるのと、SUV 系はね CX-3、CX-5、日本ではあと CX-8 という、ね、並びになっていましたし、海外向けではね、CX-9 というのがあったりとか、そういう中でね30、2桁の数字で何ということなんですけども、CX-3 がね、いわゆるコンパクト SUV クロスオーバーセグメントをこれまで、担ってきたし、今もね、もちろん併売というかそういう形になるんですが、ちょっと、世間のニーズからするとちょっと小さすぎたかなというのがね、どうやらあるみたいですね。そこでやっぱりちょっと3と5の間に1台欲しいけど、4という名前は中国向けのね、中国専用車なのかな、あれはで使っていると、どうしようということもあったんだと思います。さらにね、そうなったらせっかくだからちょっと新しい価値を持ったラインナップ、すでにね東京モーターショーで MX30 というのも出ましたけど、ちょっとね SUV 系の名前の付け方とかを変えていくということになったんでしょうね。そんなのの走りともなるのがこの CX30 となりますね。パッケージングについてはね、ちょっとまた細かく見ていきたいと思うんですけども、全長4395mm、ね、CX3 よりは、大きいけれど5より小さい、まさにねその辺の間に入ってるサイズですが、4400mm 切ってるということは、マツダ3よりかも、小さいわけですから、かなりねここは、コンパクトという部類に、当然入ってくる。そして全幅は 1795mm、日本で使うならば、これコンパクトというののマックスみたいなところでしょうかね。全高は 1540mm で、立体駐車場に入ると、非常に、もうパッケージ群からしてね、なんかこう狙いとか意図が明白というか明確な車だという感じがしますよね。で、シャシーとかはそのまさにねマツダ3とかと、基本設計を共有しているということで、ちょっと走りの方にね話を振っていくとですね、このプラットフォームやっぱすごくね、プラットフォーム、ハードウェアだけの話じゃないですね、乗り味がねすごく質が高いなというのを、マツダ3で、びっくりしたわけですけども、その感じをね CX-30 は見事にこう、受け継いでる、引き継いでるなというふうに思いますね。何がいいってなんかね全部穏やかなんですよね。なんかこう昔のズームマツダの時とは違って、こうステアリング操作に対してピキピキ動くんじゃなくて、むしろね動きは穏やかだけど正確に思った通りに動くというのが一つ。あとはね乗り心地が、スカイアクティブの最初の世代のあのパツパツとした感じがだいぶこなれてまろやかなね感じが出てますよね。でこうロールとか、あとタイヤの縦羽を柔らかくしたりとかね、実はリアサスペンションは、独立懸架じゃなくてトーションビームになってたりとか、いろいろ違いがあるんですけど、それって全部ねこう一貫したこうフィロソフィーが、哲学がちゃんとあって、とにかくね車をこうなんかな自然に動かしてあげるのと、あと人間をねの力を活用するってよく言いますよね。人間骨盤を立てたシートで、人間をしっかりと座らせることで、車自体は、ロールとかピッチとかは出るんですけど、そこをね、人間自体が持ってるこう姿勢を自然に整える能力でこうなんだろうな、きちんとした乗り心地、不安定に感じさせない、で座ってられて気持ちいい乗り心地みたいなことを実現してるというわけなんですよね。そういうのがやっぱこう乗ってても感じられますよね。マツダ3もすごくそれがあったんですけど、30この車はね全長が短い、前高が高いね、それに比べると不利な要素がいっぱいあると思うんですけども、特にね柔らかくしちゃったりするとこうロールピッチはね大きく出がちなわけですから、乗り心地を作るのとかもね不利なところがあるんじゃないかなと、
まあスペック上は思わせるんですが、乗ってみるとね、見事になんか同じ味といいますか、出せているんですよね。なんかね、こう木をてらったところのない走りというんでしょうかね、あの乗った瞬間直撃するような刺激とかとはちょっと違うんですけど、なんかねその分こうすごくね落ち着いて乗ってられて、長く乗っててもなんか疲れなくて、でこうコーナリング、別にハードコーナリングじゃなくて、ね、こう今みたいにちょっと曲がってるところとかでもこうラインに乗せていくのがすごくこう楽な感じがするというかね。で結局思い通りに動くということはスポーティーということじゃないですかと、ね、なんかこうピキピキってシャープに動くスポーティーではなくて、もうちょっとこう大人のスポーティーというかね、なんかそういう感じになってるなと思いますよね。でなんかそういう走りの性能、まあそうシャシーに関してはそんな感じで、エンジンこちらね 1.8 のディーゼルなんですけども、まあ、こっちはねちょっとなんかこう走りの質的にはシャシーにちょっと追いついてない感じもなくはない。まあこれ実はマツダ3でも感じたことなんですよね。先代のスカイアクティブだとそんなこと思わなかったということは、つまりこうシャシー側のレベルがすごく上がって、パワートレインに対する要求値もね高まったのかなと思うんですけども、なんかねちょっとゴロゴロしてる感じ、そういう音とか振動もそうだし、パワー感、トルク感ですね、どうもなんかこうアクセル踏み込んだ瞬間の突きとかがちょっと鈍いんですよね。なんかそうこのこうシャシーがすごいリニアリティを持ってるだけに、ちょっとねあのパワートレインも頑張ってと言いたくなる。もしかしたらディーゼルでもなんかね、AT が発足あったらいいのになとか、なんかそういう感じですね。ちょっとなんかね突きが欲しいなって感じはあるんですけども、まあ、こうやって速度が乗っちゃうとねいいんですけどね。視界とかねそういう面でもこの車走りにね、まあそこが貢献してるなと思うんですよね。まあ、前方すごくクリアに見えて、こうナビ画面の高さも本当に絶妙なところに抑えられてるんで、こう邪魔しないんですよね、視界をね、隅々まですごくクリアに見える感じがあります。でドアミラーがまあボディ側につけられてるので、こう A ピラーとの、ね、間がで、まあ、外が確認できる。あと後方を見るとリアウィンドウ越しの後方視界も悪くないし、あとはねリアクォーターピラーにね、まあ、ちっちゃいウィンドウあるんですけど、これねちっちゃいから役に立たないのかと思うと、意外とこういうところですっとなんかね、まあ後方にいる車の存在がふっと確認できたりして、これ意外と効くなという感じですね。まあ、SUV ならではの目線の高さ、まあ、マツダ3なんかはね逆にこうスポーティーなクーペっぽい方向に寄ってってるんで、そういう感じがあるんですけど、こちらはね、まあ、そういう意味ではその目線の高さもあって、なんかねちょうどいい感じというんですけど、高いけど、まあ、言葉は、難しいけど高すぎないっていうんですかね、なんかすごい高いところから見下ろしてるという感じもないんですけど、なんかねほどほどに高いっていうんですかね、それがこのロール感とかその乗り心地と相まって、なんかねとても気楽に使える感じがしますよね。なんかこう高級という言葉がいいのか、もしかするとねちょっと違うの、なんか質が高い感じがしますよね。走りもそうだし、まあこの内装とかもそうですよね。この色合いとかね、かなりチャレンジングですけど、これがカジュアルで、まあでも上質、なんかこうきらびやかな豪華さ、高級さではないんですけども、すごくいい雰囲気しますね。で、インパネなんかもわざわざ新しく起こしてるということで、マツダ3とは違うってことですね。まあそこもね、で、まあ中身とかは一緒なんだけど、見せ方として、やっぱマツダ3はもうちょっとこうパーソナルカー的な方向に寄っていて、まあ言ってみれば運転手が一番気持ちよければいいみたいなね、極端に言うと。でも CX-30 の場合はもうちょっとこの助手席含めた開放感の方に振ってるのかなと、なんかそういうことなんかもこう伝わってきて、居心地もいいし、とにかく第一印象としてはこれねとても、いい感じの気持ちのいい車というか、やりたいことが明確で、それに沿ったものづくりができている車なのかなというのをね、印象に受けますね。